自民党近畿青年部がですね、下着ダンサー呼んでですね、ハレンチパーティー、スケベパーティーをやらかしたというのがですね、全世界的に報道されてしまいました。企画した、考えついた川端和歌山県会議員、この人がですね、なんで下着ダンサー呼んだんだと、そういうことに対しまして、多様性の表現であるとか言ってたことが面白かったらしく、全世界的にその点を強調して報道されてしまいました。我々日本人はああいうスケベパーティーが大好きだと、全世界的に思われてしまったようなので、国辱ものですね。これは本当に国辱だと思います。にしても女性ダンサーしか呼ばなかったのは、自民党近畿青年部には女性議員はいなかったのかと、不思議に思います。始まるまでそういうダンサーが呼ばれたことを知らない議員もいたようですけれども、女性議員がいたならば、やはり下着のダンサー呼ぶのははばかられますよね。なんだか自民党がですね、結党69年を過ぎて組織として末期的な状態なんじゃないか、そんなことを感じる事件でありました。世界的に恥かくのはいいですけれども、日本人がということじゃなくて、自民党はスケベパーティーが大好き、そういうですね、我々と区別してもらいたいんですよね。世界的に世界中の人から日本人はスケベパーティー大好きだ、思われるのは甚だ遺憾であります。そりゃ自民党はそういうのが大好きかもしれませんけれども、我々まで一緒に思われてはたまりません。そういえば自民党ができてから69年間経っているそうなんですけれども、結党当初からですね、憲法改正やるぞと言ってですね、保守の票を集めて、一文字も変えられてないですよね。69年間経ってもこういうのをやるやる詐欺って言うんじゃないですか。改憲やるやるって言って69年、一文字も変えられていない、ですけれども、騙されて自民党はいつか憲法改正してくれると騙されて投票してしまう人が未だにいると、うまく騙されてるな、やるやる詐欺政党自民党に、なんてことは思います。全く法的根拠なくてですね、世界中でそんなことをやっている国が一つもない。外国人生活保護、これを何十年も続けているのが自民党、公明党、政府与党であります。世界中でどこもやってないんですよ、そんなことは。とですね、国連加盟国192カ国で自分で自分の国を守らないと憲法で高らかに宣言している国は日本だけであります。緊急事態条項がないっていうのも日本だけであります。緊急事態条項がない、これはですね、戦争ができないということを指すんですよ。ここの地区は敵の攻撃が予想されるので全員退避してください、国民に命令できない、戦えないということになってしまいます。緊急事態条項内の日本だけであります。これを是正しないのも自民党、公明党、おかしいですよね。日本にはですね、世界で日本しかないという特殊なことがたくさんあります。世界で日本だけがスパイ防止法ありません。おかしいと思いませんか。日本で、世界で日本だけが自分の国を自分で守らないと宣言している、おかしいと思いませんか。世界で日本だけが外国人の生活保護をやっている、おかしいと思いませんか。これを何十年も何十年も放置しているのが自民党と公明党であります。さらにはですね、日本では信長延暦寺焼き討ち以来ですね、
宗教は政治に関わってはならんと、こういう不分立ができているのにもかかわらず、どうして公明党のような政党が存在できるんですか。そもそも存在してはならないんですよ、ああいうところは。それを取り締まるどころかですね、組んじゃって、連立組んじゃって、国の政治を動かしているのが自民党であります。皆さんおかしいとは思いませんか。とですね、自民党公明党は少子化は国難であるなんて言ってますけども、考えてみてください。女性が家庭で輝かないと子供増えないんですよ。それがどうですか。自民党公明党は女性が輝ける社会をとか言ってですね、女性を無理やり働かそうとしております。女性を家庭から引き剥がそうとしております。自民党公明党何人議員がいるか分かりませんけれども、女性に家庭で輝いてもらわないと子供増えないじゃないか。何を俺らは社会で輝かそうとしているのだ、おかしいじゃないか。誰も疑問に思わないんですかね。私すごく不思議でならないんですよね。自民党公明党、女性を社会で輝かそう、働かそう働かそう、でも少子化は国なんだ、言ってる二枚舌だって言うんですよ、そういうのね。家庭でも社会でも女性に輝いてください。子供も産んでください。会社員として頑張ってください。そんなの女性の負担が大きすぎますよね。つまり自民党公明党は女性に社会でも家庭でも輝けと過酷な要求してるってことですよ。そんなひどいですねどこにですね投票できますか。皆さん、自民党公明党、少子化は国難と言いつつ女性は社会で輝けって言って少子化を推進してるのが自民党と公明党ですよ。おかしいでしょ。本当にですね、子供増やしたいんだってしたらば、出産前と出産後3年間ぐらいは女性は身動き取れなくなっちゃうんですから、乳児を抱えてね。専業主婦手当を国が出してですね、そういう方に給料を出すべきだと思っております。もちろんですね、社会で輝きたい女性は輝いてもらえばいいですよ。子供産んだ後にでも、そういう人を止めはしませんけれども、自民党公明党はですね、女性が社会で輝くか家庭で輝くかどっちかにしろと、どっちもはやめろと、無理なんだから、ということを言いたいと思います。今日本に不法滞在者何人いるかご存知でしょうか。25万人不法滞在者が日本に存在いたします。これを増やしたのはですね、自民党公明党の外国人実習制度というものでありまして、毎年毎年数千人規模で失踪し地下に潜伏し、そのまま不法滞在者となっております。昨年はなんと9000人の実習生が、ありがとうございます。9000人の実習生が失踪いたしまして、それがそっくりそのまま不法滞在者となりました。そんなこんなで今現在の不法滞在者数は25万人、滞りなくですね強制送還できればいいんですけれども、地下に隠れて日本全国で作物泥棒、電線泥棒、そんなことをやっておるのが不法滞在者グループであります。今ではですね、犯罪組織を形成しておりまして、盗むもの、運ぶもの、裁くもの、分業化が進んでギャング化しているようであります。そんな風に不法滞在者を増やして日本の治安を悪くしたのが自民党公明党の外国人実習制度であります。今後はさらにですね、在留資格の特定技能という制度を作りまして、農業、漁業、林業、介護、トラックドライバーなどの不人気業界ですね、ここの人手を賄うために
その仕事についてくれた外国人とその家族に無期限で滞在していいよ、こんなことを始めようとしておるのが自民党公明党であります。外国人、特にあのイスラム教の方の家族10人とかがザラなそうですよ。1人がですね、タクシードライバーやっていれば無期限に家族全員10人が滞在できる。これをやってるのは自民党公明党であります。今後5年間で82万人の労働者を特定技能で滞在させる計画だそうですけれども、その人たちがそれぞれ10人ずつ家族連れてきたらどうですか。800万人ですよね。そんなことを何年か続けていたらたちまち日本人より多くなってしまいますよ。そしてですね、人口の割合で 5% を過ぎた頃から権利を要求し始めます。これは欧州、アメリカですでに実証済みのことであります。人口の 5% を過ぎた外国人が何の要求をしてくるかというとですね、やれ土葬墓地を作れであるとか、あれは食えない、これは食えない、めんどくさいことを言い出すに決まってんですよ。参政権もよこせ、投票させろなんてことも言い出すと思います。家族と一緒に無期限で滞在できる、農業をやってくれれば、こんなことやってるのが自民党公明党なんですよ。外国人労働者を上手に使ってるのがドバイであります。ドバイ、金はあるけど人はいない、そういう国でやはりあの外国人労働者を入れないと回っていかないそうなんですけども、ドバイでは外国人労働者が妊娠すると強制送還されるそうであります。そのぐらい厳しくやらないとどん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 増えていっちゃうんですよ。どん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 増えていった結果が、土葬墓地よこせ、あれは食えない、参政権よこせ、そういうふうに要求してまいります。日本でドバイのように外国人に妊娠したら帰れと、こういう非常な手段ができるんでしょうか。自民党公明党には無理だと思いますよ。私は今まで何十年も憲法一文字も変えられない、情けない無能の政党なんですから。特定技能、家族帯同で一緒に無期限で、まあ無期限はいいですけれども、家族もというのは良くない。その人が日本に来てどなたかと結婚してできた家庭ならいいですけれども、その人がまず日本に来て農業で働いて、で家族を呼び寄せてたちまち10倍、これは非常に危険なことですよ。たちまち日本人より多くなって日本人が迫害されるようになっちゃいますよ。現にアメリカでは白人の方が少数派になっちゃって、白人が肩身が狭い思いをしているじゃないですか。大学の入学枠でもですね、有色人種枠という数が決められて優秀な白人が落ちてるんですよ。そういう逆差別が起きているんですよ。日本も特定技能、家族と一緒でいいよというのを変えないと、たちまち我々の子供や孫や老いや名が差別されるように、日本人でありながら日本において差別されるようになってしまいます。自民党公明党、今すぐこの制度を考え直してもらいたいと思います。埼玉県川口市でクルド人が群れをなして問題になっておりますけれども、昨日あたりですね、クルド難民弁護団という弁護士どもが声明を出しておりました。クルド人はトルコ国内で迫害されておるんだと、かわいそうな難民なんだと、ですけれどもおかしいですね。トルコ国会にクルド人の議員が61人いるそうであります。これのどこが迫害されているんでしょうか。川口市に2、3000人
人クルド人がいると言われてるんですけども、この人らも元はトルコ政府のパスポート持ってですね、飛行機で来日してるわけなんですよ。どこが迫害されているんでしょうか。トルコ文化協会というところがありまして、トルコ政府によってテロ支援組織認定されまして、資産凍結処分を食らっておりますけれども、弁護団はクルド難民弁護団は、文化協会は PKK というテロ組織に関与してない、そんなことを言ってると言ってんですけれども、トルコ政府が何の証拠もなしにテロ組織認定するわけないですよね。日本クルド文化協会がテロ組織 PKK に送金した事実をもって、トルコ政府はテロ支援組織に日本クルド文化協会を指定しました。何の証拠もなしにですね、テロ支援組織に認定できるわけないんですよ。そしたら61人もいるクルド人の議員が黙っておりません。そうでしょう皆さん。ですのでクルド文化協会は嘘をついている、クルド難民弁護団は嘘をついている、こういうことになるわけなんですね。でクルド難民弁護団は難民なんだから強制してくださいと、強制を強制しているわけなんですけども、あの人はね、この前川口市で女子中学生を強姦して捕まっておりました。さらにはですね、日本人死ねと、暴言吐いておりまして、あちらの方から日本人との共生を拒否しているんですよ。それが何ですか、共生してくれって、お門違いも甚だしいですよね。そんなことは日本人との共生を拒否しているクルド人に言うべきなんですよ。お前らちょっとおとなしくしろと、あとですね、日本生まれの不法滞在者クルド人一家、一家全員5人に特別在留許可が下りたそうなんですけども、この人らですね、家族3人で10年前に日本に来て不法滞在をずっとしてて、その間に子供2人産んでんですね。でその子供2人は日本の学校に通ってて、人道的目的で理由から特別に在留許可を与えると、早い話がかわいそうだからいさせてやるなんてことをやってるのが自民党であります。そんなことを言ったらですね、人道上の理由でなんつって法を曲げられるんだったらば、つまり滞在資格がないのにいさせてやる、特別にそんなことできるんだったら法治国家の危機ですよ。法による支配のが揺らいでしまいます。かわいそうだからつって法を曲げてどうすんですか、自民党は。おかしいじゃないですか。そんなことしたらですね、不法滞在者が繁殖目的でもう何が何でも子供作れば勝ちだ、そう思ってですね、日本人女性を襲う、交換する、そんな事件が多発しますよ。さらにはですね、不法滞在しても、滞在資格がなくても子供を産めば入れるなんてことが世界中に広まったらどうなるか。世界中から妊婦が押し寄せるんですよ。これは昔アメリカで例があったんですよ。腹のでかい妊婦がですね、アメリカに押し寄せてですね、そこで出産して、滞在資格、グリーンカードっていうんですか、それをもらうっていう遠征出産、これはまずいな、アメリカが気がついてその制度をやめたんですけれども、日本は新たにアメリカで起きたそういう問題をやろうとしてるんですね。本当に自民党、公明党、バカでしょうがねえな、思いますけれども、河野太郎デジタル大臣って方、皆さんご存知でしょうか。実は私、河野太郎に訴えられております。名誉毀損だ、金払え。私が何を書いたかと言いますと、河野一族、中国共産党の犬と、書いたらすごい怒っちゃってですね、バカにバカって言うとすごい怒りますもんね。だいぶ聞いてんな、怒っちゃったなということで、名誉毀損で河野太郎に訴えられております。これには根拠がありまして、
河野一族が所有するですね、日本端子という会社がですね、中国に北京、香港、蘇州、3つも子会社やってるんですよ。でですね、中国という国はですね、中国共産党に反するというか、中国共産党の言うことを聞かない企業活動を許せないんですね。アリババほどの巨大な会社でもですね、中国共産党を批判するとたちまち、追い出されて追放されて、捕まってしまいます。河野一族の日本端子が中国で3つも子会社やれている、中国共産党の言うことに従っている証拠じゃないですか、これが。だから中国共産党の犬と、河野一族はって書いたら怒っちゃってですね、名誉毀損で私を訴えましたが、このことをテレビ新聞全然報道してないですよね。このことも中国共産党の犬であると、河野一族、そのように思える根拠となりますよね。日本の大手マスコミは日中記者交換協定というものを結んでおりまして、日本のマスコミ、テレビ新聞は中国共産党に都合悪い報道をしないことになっています。もしするとですね、中国にある支部や支社が追い出されるんですね。ですので日本の大手メディア、テレビ新聞すべて中国共産党の犬であるということもできるんですけれども、河野太郎、中国共産党の犬と私が言って訴えられたことを行動しない、全く、これは中国共産党の犬仲間だからですよ。ですんで仲間の都合の悪いことを報道しないと、テレビ新聞は。このことこそ河野一族、中共の犬の証拠じゃないですか。報道しないことが証拠なんですよ。外国人生活保護なんていう世界中どこもやってないことを何十年も続けてるのが自民党ですよ。憲法変える変える詐欺、69年間やってて一文字も変えられていないのが自民党であります。あとですね、不法滞在所でも子供生まれたらかわいそうだからいさしてやるなんていうですね、およそ法治国家らしくないことをやってるのが自民党であります。さらには実質税負担率 47% という重税で我々国民を苦しめているのが自民党であります。社会保険料高いですよね。社会保険料だけの負担率が 28% だそうであります。国保税という呼び名定着してますから、これも税金ですよね。保険料を上げるのは増税ではないとか、岸田総理がほざいておりましたけれども、国保税っていうんですから保険料を上げるのは増税ですよね。全くおかしなことを言うやつだな。岸田総理の頭の中身をちょっと疑っておるんですけれども、私は、どうしても増税メガネって言われるの嫌みたいですね。ですけれどもやってることは扶養控除を見直して増税するかとかですね、森林環境税なんていうわけわかんないものを新しく作って金取ろうかとかですね、保険料上げようか、そんなことばっかりやってるんですから、増税メガネと呼ばれても仕方がないんじゃないですか。大増税メガネとかですね、そういう風に言われても仕方がないんじゃないですか。そんな風にですね、変なことを何十年も何十年もやってるのが自民党ですよ。田中角栄は我々の命は短いと、だが日本国は永遠である、しょっちゅう言っておりましたけれども、我々は子供や孫やお家や名のために自分らがいた社会よりももっといいものを残していかなきゃいけないんじゃないですか。今よりいい社会を作っていかなくちゃいけないんじゃないですか。自民党に任せてたら何十年も大事な問題ほっといて増税して、
たまったもんではありません。外国人労働者をいっぱい入れようとしております。そうなるとどうなるか、我々の子孫と競争になるわけですよ。我々の賃金が上がらなくなるわけですよ、労働力を輸入してたら。そうですよね。そんなことばっかりやってるのが自民党であります。昭和のおっさんどもは何をやっていたのかなと、昭和の終わりに学生だった私は思いますけれども、私も今は令和のおっさんとなっております。あの頃の令和のおっさんどもは何をやっていたんだと、後世罵られないようにですね、このようにマイクを握って悪いもんは悪いと訴えさせていただいております。とにかくですね、いい国だったら子供は勝手に増えていくんですよ。少子化だ少子化だ、子供が増えない増えない、日本が悪い国だからですよ。そして日本を悪くしてるのが自民党ですよ。野党なんかではありません。野党には権力ないんですから。何十年も権力握ってる自民党が結局悪いから子供が増えないんですよ。いい国だったら勝手に人増える、子供増える、皆さんそう思いませんか。結局は悪い国だから子供が増えないんですよ。そうでしょ。